皆さんこんばんは、豊田萌です。皆さんこんばんは、伊藤美久です。私たちピクシスです。ピクシスのキラキラ大作戦は、私たちの好きなこと、興味のあることを何でもやっていく、おもちゃ箱をひっくり返したような番組です。はい、え、何見てるのそれは。何それ。わっ、アマゾンスマイル、アマゾンギフトカードもらったー。準優勝でしたからね。はあ、あれそうだ、優勝がもうそのロッキー券だけでしたっけ。アマギフはないんでしたっけ。あります。アマギフもついてましたっけ。はい。お、1位があれ3万だっけ。プラスでそのロッキー券がついてるってことですね。はい。えで、私たちは我々も2万だから1万円ずつをもらいました。もらっちゃいました。あれ、前回の優勝した時アマギフなかったよね。お食事券、そうだよ。そうだ、ジョジョ園が、ジョジョがあったんだ。もらった、本当に。そして私はね、人狼分もあるんで。なんで、なんと、なんで数枚破りなよ破りなよ怖い、今日怖いんですけど。なんで破りなよ。怖い怖い怖い。何それ。いや、これあの私村人で勝ち取ったやつだもんね。村人のくせに。村人ええやろ、村人だって自由に生きてただの村人のくせに。ええやろ、村人だって。なんかみんなが主人公だよ。ミクのせいで追い出されたもんそうですね、その話もちょっと後で。あ、そう、いっぱいしましょう。ダメ、今ここで盛り上げちゃダメ。まあちょっと遠いなこの話出てくるの気づいたこの話後にしようで、これオープニング終わった後も遠いな今日遠いこと気がついた。ちょっと遠いね。まあいっか、まあいっか、そこまでちょっと我慢する、うんうん、まあメールも来てるみたいだしね。とりあえずこれ見て精神落ち着かせる。そうして、うん、今日はちょっとそれとラムネで、うん、精神落ち着かせてもらって、私の精神を落ち着ける LINE の、はい、情緒、情緒今日の情緒を保ってもらって、はい、まあ、これさえあれば今日乗り切れると思うんで、トヨタさんが、はい、これがあれば情緒は安定するんでラムネ、ラムネ、アマゾンもうこれがね、嫌な感じですね。これが三種の神器ですから。怖い、怖いですね。みんな人類が一番最初に、ね、あの知った三種の神器はこれですからね。初めて聞きましたけど、はい、今日はよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、皆さん。はい、じゃあまあその前にその前に、前にモズ来ちゃダメ、この人はどうせ私たちを殺す気よ。ミータと二人っきりで話がしたい。3分間待ってやる。来ちゃダメ、石を捨てて逃げて。ミータ、落ち着いてよく聞くんだ。あの言葉を教えて、僕も一緒に言う。え？僕の左手に手を乗せて。仮面ライダーリバイスキャラクターブック、先ほこれ週末ヒロインの来たよ。時間だ、答えを聞こう。頑張れ頑張れ一緒に、あ、一緒にね、一緒に、あ、これ一緒に言うやつね。一緒にリバイスうわ、目が、目がモスカ、モスカ先生がモスカ先生が、そうだね、これ一緒に言わないとダメなんだもんね。そう、この呪文を、ね、二人でやっぱ言わないといけないんで、うん、そうだった。惜しい、うん、確かに惜しいね。リバイス、リバイスなんか、まあ、早口で言ったら分かんないかもしれない、うん、リバイスリバイスリバイス聞こえてくるね、聞こえてくる気がするもんね、リバイスリバイス。要約すると、はい、仮面ライダーリバイスキャラクターブック咲き誇れ週末ヒロインが発売されたんですよね。そうなんですよね要約するとね、要約するとね、はい、発売、キャラクターブックが、はい、発売になりました。ラブのコフだよね。ラブのコフさんもあのヒロインの仲間に入れていただきましてラブのコフはヒロインなんだもんね。はい、ヒロインの仲間に入れていただきましてですね女の子なんだもんね。はい、立派なね。そうです、うん、ヒロインですからそれは何、こういうのはキャラクターブックみたいなことだから、ラブコフのこ細かい解説プラスミクさんの写真が載ってるってこと。
違うのよ。これはね、うん、まあ、結構仮面ライダーシリーズもスーパー戦隊シリーズもそうなんだけど、うん、キャラクターブックっていうのは、まあ、その、なんていうの？そこに出てる役者さんっていうかキャラクターがいっぱい出てくるのよ、うん、だから、うん、その役者さんたちが服を着て、その作中の洋服を着たりとかして、うんうん、それをグラビアで撮っているっていう写真集みたいなもんなのね。あー、そうなんだ。そうそう。え、どうした？プラス、あの話続けようあれってことはラブコフはどうする？ラブちゃんは、うん、ラブちゃんに関してはキャラクターブックではラブちゃんが出たりもするし、あ、着ぐるみ？そう、今まではラブちゃんがあ、着ぐるみね。ラブちゃんが出てたんだけど、うん、着ぐるみ、うん、私が初めてキャラクターブックに参加させていただいたわけですよ。あれ、それなんか世界線おかしいことになっちゃうねいや、そうなんだけど、うん、そう、でもキャラクターブックの中ではこういうね、ラブコフのお友達である私が、あ、お友達っていうので載ってるんだ、はい、一番、はい、知ってるお友達である私が載っていて、インタビューを受けたりとか。なるほど、代わりにね。そうです、うん、あとスーツアクターの方とかが出てきたりとかして、中の人？じゃあ、お友達が戦えるお友達が、戦えるお友達が、そうそう、うんうん、戦えるお友達が出てきてインタビューに答えたりとかしてるんですね。なるほどね、はいはい、優勝出演をしてきたってことね。そういうことです。ラブちゃんの友達として、友達として、声が似てる友達としてちゃっかり自分のグラビアで、はい、ラビアそういうことです。ちゃっかりグラビアを取ってきたっていう、はい、できたってことなのか。そういうことです。そういうことか。みんなに混じりながら、はい、なるほどね。そうです理解した。どういうことかなって思ってた。世界線わかんないもんね。ちょっと世界、そうそうそう、どういう世界線、ラブちゃんそういるからね、なんていうのかなって思ったけど、友達としてね。そうそう、友達としてでした、ね、はい、水来ちゃダメ。この人はどうせ私たちを殺す気よ。モータと二人きりで話がしたい。モータ3分間待ってやる。モータ、モータ落ち着いてよく聞くんだ。モータやだなあの言葉を教えて僕も一緒に言う。なんかモータ気に入らないな。え、僕の左手に手を乗せて。佐々木琴子ちゃんの縄は切ったよ時間だ、答えを聞こう。クミコうわー、メイカー、メイカー、なくなっていく。モータやだ、モータやだな。まあ、要約すると、佐々木琴子ちゃんのゲーム実況番組にゲストで出演したら、久美子マネージャーにボロ負けしたんですよね。そうなんですそうなんですけど、2人とも負けたんですよね。そうなんです。久美子マネージャーが1位となったんですよね音声だけで出てる久美子マネージャーが一番強かったってことですよね。そうなんです。そういうことですよね。なんでだろうね。どんなゲームだったんですか、それ。なんかね、協力しつつ戦えるみたいな、いろんなモードがあるやつなんだけど、うん、なんか1個目のゲームは、なんかコースを自分たちで作ってって相手を妨害していって、先にゴールした人がどんどん得点をなんか重ねていくっていう勝負のゲームね。なんか障害物置いていくみたいな。あ、そうそうそう、爆弾を置いたりとか、なんか邪魔なやついっぱい置いたりとか、うんうん、それやつで負けたと。ボロ負けだったね正直。え、それは久美子マネージャーが事前にやったことがあるとか、そういうハンデがあったわけでもなく。ないねみんな初めましてのゲームとして、うん、まあ、リハで一緒にみんなでやってたのが最初かな。で、二人と負けたと。うん、腕が、うん、落ち始めてますよ。いや、運です運ゲーだと言っております実力ではないと。いや、でもね、めちゃめちゃ面白いゲームだった。みんなで遊ぶのは楽しそうだね、うん、向いてる。なんかみんなでやるパーティー向けなゲームだった、うん、アルティメットチキンホースだっけっていうゲーム、今言ってたので、あとなんかね、ナノなんとかみたいな。何にも覚えてませんこれは負けますこれは負けちまいますよ、まあ、めちゃめちゃ。お、
あ、そう、それそれナノじゃなかった、ピコ、ピコ全然違うナノとピコは全然違うよ。まあでも、なんかサイズ感似てるよね、ナノとピコ。似てない、似てないよ。ピコパークでした。ピコパーク、楽しそうですけど、どっちも負けた。なるほどね。はいはい、そんな近況でした。はい、そんな私たち。それでは始めていきましょう、はい、スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦。はい、ということで改めましてセカンドショットフェスガールズメンバーズ2022サマーサマー、お越しいただいた皆さん、見ていただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。まあね、冒頭でも言った通り、私たちは総合2位でした、はい、2位です。まあでも4人中4組中2位だから、うん、そんなだよね。まあ半分、半分よりちょい上。なんかそんなにすごいことではないよね。いや、そんなことないですよ、アクティブ泣きますよ。そうだ、アクティブが泣いちゃいますよ。いや、泣いてた。嬉し涙泣いてる、流してたもんね。本当に泣いてたから、うん、なんか隣で見てて、あ、本当に良かったって思ってた。あの姿を見て、二人のあっぶねー、あっぶねーってなってたよね。結構ギリギリ、最後さ、ソースダービーでしたね。ソースダービーで多分うちらがどっちも単勝と馬連当ててたら抜かしてたよね。どういう計算だったんだろう。でも本当にあそこ結構差、そもそも結構差があったんだ。したらすごいラッキーだよ、むしろこう2位に入れたことが。うちらだって今までさ、もう倍ぐらいの番組数があったわけ。確かに。これであの結果だったらもう こんなアマゾンギフトカードなんかもらえなかった結果になってたかもしれないよ。そうか、そうだよ、もらえただけ喜ぶべきだよね。そうだよ、確かに。そうだよ、ありがとう。すごい嬉しい、私。悲しそう、なんかわかんないけど悲しそう。すごい嬉しい。すごい嬉しい。でも楽しかったよね。そう、まあ、名場面がいっぱいあったと台本に書いてもらっているので、うん、じゃあちょっとお便りを見つついきますか。オッケーオッケー、キラキラネームクローバーの2さんからです。ありがとうございます。ミキさん、萌さん、ピクシーズ、ピクシーズ、先日行われたセカショフェス参加させていただきました。ありがとうございます。昼の部ではみんなで人狼ゲームをしている姿がそれぞれ個性が出ていて、まちこさん発案で自分の町のいいところを言い合ったり、ぴょんさんの適切なゲーム説明、大西さんがミクさんのことをすぐ疑うところ、萌さんと大西さんがお花を摘みに行くなどなど、見ていて面白かったです。萌さんと高見菜さんの人狼チームは惜しかったですね。もっと見たいので、ぜひまたみんなでやってほしいです。小泉さん、お願いします。そして夜の部はたくさんのミニゲームがあって盛りだくさんでしたね。準優勝でしたが、さすがは我らがピクシス、キラピクでの日頃の成果が存分に出ていて素晴らしかったです。ミクさんのモノマネ一番似ていましたよ。ありましたっけそんなこと。ありました。あ、まあ一番似てたからね、やっぱりね。おー、そっか、一番似てた。また豊崎さん、中澤さん、社長さんの司会もいいコンビネーションでした。改めて皆さんお疲れ様でした。今度はみんなでレボリューションしましょうね。すごく楽しかったです。ありがとうございました、と昼夜まとめて感想いただきました。ありがとうございます。人狼ゲームね、それでミクが多いんだもんね。そうです、私は村人勝利賞で少しはい、もらいました。村人がよ。いいだろ、村人が買ったんだからよ。今夜の村人がよ。いいだろ、炙り出してやったんだよ、村人が。狼をな。まちこさんの発案で自分の町のいいところを言い合ったりっていうの、なんか最初さ、まっちゃんがさ、オラ村人だって言い合っていこうって言っててさ、うん、それだけで成立しないと思ったから、私がさ、自分の町のいい村のいいとこ行っていこうって付け足してたんだっけ。実は私がそっと付け足したんだ。そうなんだ。でもあれ言ったからさ、まっちゃん最初に言ってなっちゃったんじゃない。村人だったのに。そうですよ、絶対怪しまれて原因じゃないかなって思うんだよね。てか私と高見菜が大狼だからさ、私と高見菜でさ、うん、まあ、決めてったわけよ、食べる人をね、うん、で最初あれ最初まっちゃうんだよね、一番最初。そう、
本当に何も分からない時にね。そうそう、それは確かに高湊と、まあ、一番おもろいかな流れ的に食べられちゃったんだ。そうそうそう、うちらもさ誰がなんだか分かんないからさ、その役職がね。そうだよね、ハルニャンも村人側だったもんね、そのそうそうそう、ゲームマスターである。そうだから分かんなかったから、とりあえずマチコにして違うわ、マチコはみんなで決まったんだ。みんなで追放されちゃったから一番かわいそうなんだよ。そうだ、一番かわいそうなんだ。みんなに、私たちじゃなくて。そうだ、そもそもみんなで最初に出したんだ。最初ハルニャンだもんね、確か食べたの。そう、とりあえずなんか邪魔そうだったから口悪いね。とりあえず邪魔そうだったから。詳しすぎるからね。そう、詳しすぎる、このゲームに詳しすぎるやつ。詳しすぎるから、もうとりあえず食べさせておこうみたいな。アイミンか誰かをね最初に、あ、違う、ワキさんだ。ワキちゃんが占い師だって言って、そうそうそう、で高湊とワキちゃんかなってなったんだけど、多分占い師ってワキちゃんが言ったから守られるよねってなって。そうだね、騎士さんがいたからね。そうそうそう、騎士に守られるから最初はピョンさんかなみたいな。うん、いろいろ考えた結果そうなって、いろいろやったんだけどね。なんか最後の方まで結構私と高湊残ってたんだけど、なんかあのミクさんに、なんか萌さん全然喋ってないみたいな、わかんない、意味わかんない理由でそう、めっちゃどうでもいいヤジ入れられてなんかあれのせいで一回私に票入って、でも私もその時なんか他にも駒形さんを疑ってる人が何人かいたから、私も駒形って出せば三で一回トントンになったのに、その時に大西がトイレに行きたがってて、なんかあまりにもかわいそうだから私なぜかそこで大西に入れちゃったかわいそうだったもんね。 そこで駒形に入れとけばまだちょっと生き残ったのに、もしかしてもう一回ちゃんなんかスピーチタイムがあったかもしれないもんね。そう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 、一回あったかもしれないのに、もうあまりにも大西がかわいそうでトイレ行かせてあげてと思って大西私だけ一人で出してたあれで流れ変わった、あれ流れ変わったよ。 それで高見ながら、え、もしみたいな感じの目で見てたもん。え、嘘でしょ、みたいな。言っちゃうの？そう、あんた優しいねとか高見ながら私に言ってたそうだよね、確かにって思って、やっぱ勝負よりも優しさが出ちゃった。なるほどね、ちょっとずる賢さ難しいな意外とって思いました。なるほど、人狼やって。伊藤さんはただ私、この人喋ってないですって言っただけで生き残って2000円もらってます対してこの人も話に参加してないのに、え、もう村人って分かったからさ、もう何の枷もないからさ、もう確かにみたいなってことは誰だ、分かんないな、喋ってません、そうそうそう、この人くそこの野郎でこの人のせいで私と高見菜は負けました。はい、まあでも私はね村人として少しは貢献したっていうことですよ。まあそうだね、そう、みんな村人のみんなには貢献していたこの人喋ってほしいって怪しいです適当に言ったら本当に人狼だった適当だったんだ確信はなかったんだ別に、喋ってないなって思ったからその事実をみんなに伝えただけだったあれ結構でかかったな、うん、そうだね、はい。じゃあ続きまして、キラキラネームズーミンさんからです。ありがとう。萌さん、ミクさん、ピクシース。ピクシース、セカショフェス昼夜お疲れ様でした。ありがとう。ありがとう。自分は現地参加してお二人の勇姿を見させていただきました。唐突に始まるモノマネや初戦敗退したあっち向いてホイ対決はある意味見物でしたラスト競技のソースダービーでピクシスが予想を外すというまさかの展開にびっくりしましたし、ソースダービーの奥深さを改めて知れました。今回は惜しくも準優勝とのことでアクティブに王座を奪われてしまいましたね。王座を奪われ追われる側から追う側になった感想はありますか？煽られた、煽られましたねそうだね、夜はデホイは昼の部で戦い関係ないコーナーになったんだよね。そう、もう私たちがあっち向いてホイはもうどっちに転んでも辛いんでやめましょうって言ったら一番辛い形で開催されたよね。だって本当にピクシスは強いのかみたいな検証企画みたいなさ感じで始まったのに、 うちらどっちもさ一番最初の第一戦で負けたからね。あっち向いてホイで負けてるからね。一回目で負けたから私が先に負けて、いやでもミクはやるんでミクを見ててくださいみたいな感じってのさ、同じ負け方はやめて全く同じ負け方しましたね。天皇だけはやめて、あれって全く同じ分け方したから、ね、2人ともアクティブにね、しかも、ね、しかも確かに
二人ともアクティブにやられてあれ面白かったね。面白かったですね、うん、あれ良かったですね、はい、夜の部はいろんなコーナーが、うん、でもさジェスチャーすごくなかった？あー確かにジェスチャー当てるやつなんかあそこまでピンポイントで当てたらさ本当に加点してもらってもいいレベルじゃないなんかまんま当てましたよね。そう、それさ他の人と点数一緒なの不服だったんだけどまっちゃん、まあ、ジュラシックパークとしかやってたけどね。ジュラシックパーク、そうですね。でもうちらはプテラノドンみたいなとこまでやってたんだよ。そうだ、プテラノドンまで行ったんですよ。しかもメリーゴーランドまでやってたんだからね。そうですよ、1回目のね。え、あの問題考えたの坂本さんですか？やっぱり坂本さんの癖を分かってる。そう、絶対坂本さんが考えてると思ったから、分かる。これは絶対にただ泳いでるだけじゃないって思ってからもうメリーゴーランドちゃんと作者の癖を分かった上で疑ってみてたもんね絶対にこれ泳いでるだけじゃないよって。だってあれで泳いでたら普通だもんね、坂本さんにしてはね。そう、うん、で絶対ゾンビだよって思ったもん、ね、だその組み合わせをちゃんと坂本さんの癖を分かった上で書けたから、うちらあんなにピンポイントで正解できたんだよっていうことを分かった上で加点してほしかったよね。そう、プテラノドンはジュラシックパークのがついてますからね、脳内では。間違いない、間違いない。脳内ではもう、ね、それはね、ほら作品の中書いちゃいけないのかなっていうところですよ。そう、ちょっとあそこだけ不服だったな。そうですよ、あんなピンポイントに当てたのにね。モノマネのところはさすがに似すぎててカットになってますよね、アーカイブはまあ相当似てたからね。相当似てたか、私のモノマネのところは多分相当似てたから大丈夫なんだって。大丈夫もう似てたから、すごい似てたから逆に大丈夫。そうそう、逆に大丈夫。そう、もう公式、公式だった。そうそうそう、公式になったから大丈夫。私公式だったんだ。そう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 、だってもうそのままだった。あ、そっか、やっぱりね。 そのまま使われてます。あの場で披露させてもらえてね、ありがたかったですね。すごい似てたからね。さすがでした。ありがとうございます。やっぱここでやってるからだね。日頃のね、賜物だね。賜物です、うん、ありがとうございます。はい、ということでお便りもありがとうございました。番組では皆さんからのメールもお待ちしています。メールアドレスは pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便り待ってます。キラピク VR、 ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 レッツ萌えさんおいど。ねんねみく、どうしました？京安さんからなんだけど、はい、あのわんこそば大会で優勝するみくが見たいんだって。食べられないよ、そんなになんだこいつ早く食べられないよそんなにやだな、喋り方やだな。食べられないよ。でも優勝するんだって。食べられない、一本しか食べられないよ素手でいっちゃうキモいな、なんだこいつ。終わりだよレッツミックサイド。ねえねえ萌えさん、はい、ニララさんからなんだけど、うん、ゴムゴムの実を食べた萌えさんが見てみたいな。食べられないよゴムゴムの実そんな食べられない。確かにゴムゴムの実食べそうにもないもんね、うん、そんな子は怖いもんね。もん、悪魔の実だから食べられない。どうやっても食べないのかな、じゃあ。もちょもちょの実ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 トヨタマエと伊藤ミク、どちらかになって相方に聞きたい質問を大募集。たくさんの質問お待ちしていますピクシスよ、キラキラ大作戦お送りしてきました。ピーピーピー、歌ってる？ピー歌い始めた。ピー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 、なんか聞いたことある曲になってきた。入りわかんなかったけど、知ってる曲になってきた。ピー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 、ここでピクシス情報です。いるかな今の。
トヨタ萌オフィシャル萌えしチャンネルよろしくお願いします。10周年企画の全貌が明らかになってきましたので、ぜひ皆様 YouTube の方 Discord の方チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、あ、はい、仮面ライダーリバイスキャラクターブック咲き誇る週末ヒロイン発売中です。そしてアニメロサマーライブ2022スパークル2日目の8月27日土曜日の公演に出演します。今週ですね、今週末だね、今週末ですね、最近、はい、伊藤美香アーティストグッズの販売もあります。ご購入には整理券が必要になりますので、詳しくはアニサマ公式サイトでお確かめください。大事。そしてブルーレイ伊藤美香ライブツアー2022ワッタソース、ブルーレイ伊藤美香ミュージックビデオクリップス10月12日誕生日に同時発売です。ハッピーバースデー。まただまただ番組からのお知らせ、セカンドショットフェスガールズメンバーズ2022サマー配信チケットを求めいただければ8月27日までタイムシフトでご覧いただけます、うん、私たちの早口言葉の噛まない神業とジェスチャー当てのひらめきはぜひ見てね。ほぼ噛んで惜しい9月18日に読売ランドにてランナーホールにてキラピク番組イベント開催、ね、ゲストいるかもかもいないかもわかりませんね。現在チケット一般受付中、よろしくお願いします。はい、またニコニコ動画セカンドショートチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信するピクチスのキラキラ大作戦アフタートークと、放送に入りきらなかった部分を丸ごと収めたアーカイブ完全版をお楽しみいただけます。キラピクの通常版 YouTube でも配信されていますので、ぜひそちらもお楽しみください。始まる前は部屋の湿度が 52% とかだったのに、今 71% もある。なんで、何が原因、何したのみんな、何が原因、何、体から水分出してんでしょみんな。出してるかも。私が一番出てる70% の原因の一つだよ、私たちだって自分のせいだ。そうだよ、湿気ちゃってんだから。やだ、ミク除湿機になって、わーわー吸われる、あーカラカラにしてやる、あ、です